お題を見て答えろ大喜利選手権。ボスがビキニで踊ってた。童貞さんは敵に回しそう。一発アウト。具合悪そうな方。ええー。私どちらかというとそっちのタイプです。え、
変わってるね。イケメンボートコーカンパニー、あー、まあステイですかね。まだステイ。1ポイントまでいかず、はい、1本までいかない感じですかね。はい、ひとみちゃん、私知らないんですけど、好きとサイコロかわいい。どういうなんかすごいストーリーがありそう。かわいい。なんか好きみたいな感じで、この方の真ん中のほくろにしか目がいかなくて、サイコロの目にしか見えなかったんですよ。あー、なるほど、それで月とサイコロ。はい、なんだろうね、なんか本当売れ売れバンドマンあー、こちらもステイでございます。あ、ステイか。スタイガーちゃんとアントニー君、典型的な、写真で一言でございます。典型的な、はい、こちらでございますはい、え、これアントニーさん、これ僕です。あー、やっぱり全盛期の僕ですかわいい。この赤ちゃんが何を言ってるか、何を思ってるか。かわいいでしょ本当にかわいい。なんか空気がどよんでんじゃないの大丈夫、ひとみちゃん、はい、行きましょう。領域展開かわいい。いや、ごめんね、俺見てないのよそれなんかその呪術廻戦のやつでしょ。そうですよ。なんかそれが分かる、ね、これで何が、これよくやってる。見てください、この手を、手に注目してみてください。知ってたら面白いじゃあ1ポイントあげましょうか。じゃあ、はるかちゃん行きましょうか。はい、早くブツ持ってこいよこいつにとってのブツってなんだよ。いや、いいですね、1ポイント。じゃあそれではジュノンちゃん参りましょう。はい、今日はこの笑顔で3万稼いできたよ。そんなこと言いません。おわぶつよこせ。なんで最初だってこれか、この笑顔でなんか親戚とか多いじゃないですか、絶対。だからなんかなんでそんなこと。でも笑顔ですげー多いから、だからなんか笑顔でなんかはーってやったらなんかお年玉みたいな感じですごいたくさんくれて、でママのところに帰ってきて、ね、今日稼いできたよこの笑顔でみたいな、だから感じ的に。いや、何その物よこせのイメージがよくわかんない言いそう。まあ、じゃあそれも1ポイント開けましょうか。はい、スタイガーちゃんとアントニー君、ここからはガチ大喜利でございます。はい、何ですかそんな、みんなおかしないでよ。はい、じゃあお題を発表いたします。人が聞いたら興奮しそうな五七五を作ってください。五七五、はい、ひとみちゃん早かったね。それでは参ります。人が聞いたら興奮しそうな五七五を作ってください。ひとみちゃん、マジで意味わかんないですよ。あーそこは気持ちいいんじゃないだろうか。わかんない。難しいよもう。あーそこは気持ちいいんじゃないだろうか。まあこれいいじゃないですか、1ポイント。はい、じゃあジュランちゃんいきましょうか。はい、そこはダメ、結婚してるの、それはダメ。やらしいな。やらしい。結構でも綺麗じゃないですか。あ、まあ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 、そう。あのポイントはそことそれ。あ、まあ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 。いろんな想像をかきたたするじゃないですか。まあもちろん。人によっては。だから、いやいや、なんかそのこのアングルでそうやって見せるのやめてください。こうやって。まあまあまあ、ステイかな。ステイ。あ、それでははるかちゃん。妄想の終わらぬままに増えラムネ。どういうの？でも完全増えラムネもさ、絵でちょっと小さめに描いたの。僕のフィラーじゃん、これ。それちょっと小さく描いてるじゃん、本当は。描いてないです。ちょっと、認めるんだったら1ポイントあげるけど。描きました。1ポイント。ずるい動物か。ちなみに、あのこれ、多分おそらく、昔俺がこのお題で答えた、うん、ような答えがあるんで、はい、いいですか、はい、弱いな俺の。じゃあ私先にシャワー浴びちゃうねって。あーかわいい。あのなんかウケねえじゃん。スタイガーちゃんとアントニー君、次のお題です。動物園で働くたけし、大親友の俺でもさすがに引くわ、たけしは何をした。シンキングタイム。さあ、それでは参ります。はるかちゃんからいきましょうか。はい、家で飼ってるゴールデンレトリーバーを連れてきた。かわいい、かわいい。あ、確かにね、
動物園には連れてくるんだよな。とりあえずステイでちょっと一回二人のを見させていただきます。じゃあ次ジュノンちゃん行きましょうか。ジュータン絶対見るよ。これすごくないですか。だってもうパッと前降りたんですよ。だってそれはいけない。どんなに親友だろうがそれはダメだよ。一番いい。意味ですか。調べてください。それではひとみちゃん、パスタ作っちゃったけし。どうもです。パスタ作っただけし。頭の中で歌うよ。もうちょっと歌ってくれたりするのあれだけど、ダメです。全然ダメです。これはな、はるかちゃん 0.5 ポイントあげましょうかね。はい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 。スタイナーちゃんとアンドリー君、続いてのお題です。アフリカの奥地にてスマホが2台村長に渡されました。果たしてその10年後その村はどうなった。じゃあアントニーさんやってください。難しい。確かにちょっとわかんない。本家の方のあれを見て面白いこと考えられないんだけど。さあ行きましょう、ひとみちゃん。世界はそして丸くなる。どういうことですか。まあ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 、ポイントはあげられました。なんで。じゃあジュロンちゃん行きましょうか。村のみんなの名字がシリさんになった。なんでいやでもすごい。あ、その村の名がシリになったんだ。そうそう、村の名前も名字もみんながシリになったの。0.5 ポイントさあ、はるかちゃん行きましょうか。はい、電波がなくて使えずそのまま。あ、なるほどね。まあ、ポイントはちょっとあるでも、僕とめっちゃ似てます。あ、アフリさんは、はい、アフリカの奥地にてスマホが2台村長に渡されました。その10年後その村はどうなっていましたか。10年前に充電器をもらえなかったことを村中の人間が恨んでいた。こんな感じだな。スタイナーちゃんとアントニー君、これ結構みんなに合ってるかもしれない。ちなみに今ね、はるかちゃん 2.5 ポイント、ひとみちゃん2ポイント、ジュノンちゃん 2.5 ポイントです。おー、次のお題です。おしぼりで顔を拭くのはおじさん。さて、童貞はおしぼりで何をする。お店でどういうこと。まあだから、まあまあ居酒屋とかのイメージじゃないかな。なんか全国のあの童貞さんは敵に回しそう。うちら童貞 TV 出たもんね。はい、じゃあジュノンちゃんからいきましょうか。はい、はい、説明します。1、そっと巻いて握りしめる。2、穴を作って練習。3、そしてその頃には乾いていてフィニッシュした後やめろよ。だから童貞さんの気持ちになって考えたわけですよ。穴を作って練習はもう、あ、だってこれ何よ。おしぼりの穴湿ってるじゃないですか。マイナス0.5。なんでよ。さあ行きましょう。ひとみちゃんお願いします。しこさん、しこしこしてする人ってこと。しこしこさんってこと。マイナス1ポイント。まあマイナス、まあまあ、じゃあマイナス 0.5 で、はい、仲良くマイナス 0.5 だ。それでは、はるかちゃんいきます。はい、座席に上がって親指のに溜まるなんか臭いやつを拭いた。かわいい。これはそのプラスもマイナスもないですね。スタイナーちゃんとアントニー君いきますよ。サイバージャパンダンサーズに、新しい、新人が入ってきました。その新人が自然化したとんでもない事件とは。じゃあジュノンちゃんからいきましょうか。私ですね。はいはい、カナエさんに、ねえマスカラ持ってない。一発アウト。これはもうこれはよ。はい、2ポイント。ありがとうございます。はい、じゃあはるかちゃんいきましょうか。はい、実は男だった。かわいい。でも いるかもしれない、この先紛れ込んで紛れ込んでね。男でしょ。ん、男でしょ。確かめてみる。ああ、まあこれもステイですかね。じゃあ、ひとみちゃんいきましょうか。はい、実はその新人、乳首が3つあった。真ん中にあって、隠さないで。これなんですか。入ってこないだろ。ダメだねって。ダメだね。
もう見えちゃって、ポロンと見えちゃって、君ダメだね、3つあるねって。ボスが。なんでそいつ気づいてない、1個出したの。これはまあ、ステイですかね。どうする、もう1問ぐらいいく、本当の本当のラストぐらいでいく。はい、お願いします。はい、今ちなみに、はるかちゃん 2.5、 ひとみちゃん 1点、ジュノちゃん4ポイント。イエーイ。マイナスだったんです。サイバーちゃんとアントニー君。はい、じゃあ最終問題です。はい、今日のビキニナイト、なんかいつもと違うな、何が違う。さあ皆さん書きましたね。喋ってないのよ、ちょっと集中してくださいよ、ちょっと。すいません、2人にマイナス 0.5 ポイント。ちょっと自粛期間があって、それ明けの開催なので、ペット連れのお客さんだらけ。しんどいなぁ。しんどいな、絶対。0.5 ポイント。やだ。じゃあひとみちゃん行きましょうか。はい、ボスがビキニだよ。あー、2ポイント。あ、やだ、やった。ジュノンちゃん。はい、ボスいつも DJ してるんで、ボスが小峠だった。あ、なんか違うなぁ。なんか違うんですよ。でもメイクかけてるから全然、なんか肌の色も出るし、テンションも高いじゃないですか。うん、でもなんかちょっと、なんか踊りづれぇなみたいな。うん、みたいな。で、ここでなんて日だーみたいな。合間に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 。さあ、1位からいった方がいいか。じゃあ1位からいきましょう。はい、1位、うん、4.5 ポイント、ジュロンちゃん。やばい。2位いきます。はい、3ポイントで、おはるかちゃん。いや、私、なんとか、まあ、減点なく優等生のね。これ最後2点取ったのに、なんでさっきの巻き添いのせいで 2.5 ポイントで再開す。すいません、2人にマイナス 0.5 ポイント。さっき 0.5 ポイントマイナスかければ同点だったんですよ、はるかちゃん。お前話しかけんなよ。今日は一緒だって言われたんだよ。それが一緒できないじゃん。うわー、ということで、罰ゲームはひとみちゃんでーす。1位のジュノンちゃんにはね、プレゼントが、はい、最近こういろいろとね、協賛もついてくれてるこのソグラルさんの、おー、はい、5万は嘘ですよ。いや、ほんとこれだけ。サイバーちゃんとアントニー君。さあ、そして最下位のひとみちゃん。はい、でもこれも今日虫とかするんじゃないです。それも今日もスタッフさんに、今日一発ゲームどうするのってさ、あー、それは虫もないじゃん。あ、一発ゲームでいいんじゃない。いつなんで一発ギャグ最高じゃないですか。カメラに向かって一番難しくない。だから一発ギャグやって、そのままカメラに向かってキス顔でおしまい。キテレツ大百科の、とんがりくんのモノマネをします。はい、いきます。ブタゴリラこれで、しばやこちゃめ TV 終わりにしたいと思います。だねー。しばやこちゃめ TV がなくなるみたいだ。ブタゴリラー。雷に見ました。雷に見ました。もういいね。雷に見ました。もう天候まで。バイバーイ。バイバーイ。キスが、キスが、キスが。お題にあったファッションを着用、誰がセンスあるのか選手権。ウルトラに遊びに来てるギャルだ。あー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 。自信を持てるようになってから私の世界が変わった。もちろん人生はいつもうまくいくとは限らない。私にも自信を持てない時があった。でも待っていても何も変わらない。だから毎日一つでも綺麗になる努力をしたい。小さなことでもできることは全部やる。魅力あふれる私になる。ソフラル。